スライム研究家チャンネル、オルタナチャンネルでございます。いつからだよ。今回のいつからだよ。聞いてねえぞ。今回のなぜ、はい、こちら主役のスライムですね。寿司などを炙るときに使うガスバーナーです。いや、その認識ないから。寿司を炙るときに認識ないから。炙るときに職人さんがシャーかける。これ寿司動画も見すぎだろう。ということで今回はこのスライムをガスバーナーで炙ったらどんな変化が起きるのか。なんでだよ。これ気になるでしょ。あなた気になったことないわ。ただみんなこれだけは真似しないでくれ。本当に危ないんでね。それはそうだ。代わりにこれを見てね、こういうなるんだってことを感じてくれればありがたいです。ということで早速やっていきましょう。顔がうるさい。ツッコむね。やかましいわ。俺のセリフだよ。いきますよ。じゃあこれ入れちゃっていい？うん、お願いします。じゃあまずはスライムをね、はい、入れます。インスライム入れます。おお、いいね。息がいいね、今回のスライムは。いいね。プルプルじゃねえかい。はい。いいの入ってんね、おっちゃん。うるせえよ。今日炙りでいってくれ。誰だよ。もう早速炙っちゃいますよ、これ。はい。じゃあ、いきますよ、もう。みんな目を離さないでくれ。いきます。はい。お願いします。うわ、かさぶれた。さあ、どうだ。え？なんか、あ、ちょっと焦げてる、焦げてる。まあ、あ、あ、うわ、え、あ、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと。焦げてる焦げてる。焦げた。火つくよこれ多分。水一応持って。水今。じゃあもうちょっといきますよ。うわ、火山みたいになってる。火山みたいになってる。すげえ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 。ちょっとマグマみたいになってる。そうそう、それマグマだ。アップにしていきます。止める？いや、もっともっとやってくれ。本当だね、マグマだ。焦げるんだ、スライムって。火がついた後は炭みたいになってくね。うわうわうわ、全体を炙ってくれ。で、ほやほやのスライム、なんか盛り上がってきてる。じゃあちょっと一旦止めますか。はい。すげえ。焦げに焦げた。スライムが焦げるんだ。そりゃ焦げるわ。でもさあ、ということで出来上がりました、はい、ちょっとね、このつついた感触ね、あ、表面はやっぱり突っ張る感じですね。だけど中はとうとう、まあ、どうする。さあ皆さん見てください。ちょっと感触、ね、じゃあ混ぜてみます。うん、確かめていきましょう。やっぱ表面がね、突っ張る感じ。あ、ほんとだ。でもまだスライム感は残ってるね。そうだね、表面以外は、うん、普通に、うん、普通にスライムだね。熱々スライム。ほんとだ、湯気立ってるもん。あちあちあち。じゃあちょっとここ触ってみます。ちょっとそこ一番熱いで。フーフーした人初めて見たよ、スライム。スライムをフーフーした人初めて見た。人類初じゃない。お、どうですか。あ、まだまだスライムだ。あ、感触はスライム。うん、実験結果としては、うん、スライムの生命力は凄まじいものがあったってことですね。そうだね、これ。ああ、もう、うわー、びっくりした。マジでびっくりした。マジでびっくりしちゃったわ。初、ほんと、やかましいですよね。コメント見ます。ささみカマンベルちゃん、タバコ吸ってる？歯が黄色いぞ。そうなのに、しめじもタバコ吸ってないのに、この時だけなんか歯が黄色かったんだよね。林ゆきちゃん、腕時計いくら？はい、これ動画の中でつけてたのはカシオのチープウォッチ、約1000円くらいです。すみかちゃん、内藤さん変な人感戻ってる。そんな内藤さんが好きです。ありがとう。みつはろちゃん、二人のやりとりにキュンキュンする。キュンキュンするの。まあね、ボケとツッコミでね、だんだんタイミングが合ってきましたね。